全日本ノービス選手権大会にやってきました。愛知県勢の活躍を取材します。この大会素晴らしい成績を収めたのが宇野昌磨選手。今シーズンはクラシック音楽を使用、大人の世界を演じます。ジャンプを一つ失敗したものの、その他は全て成功。特に表現の面では、顔の表情や指先まで神経の行き届いた振り付けで見せます。圧巻の演技を見せた宇野選手、2位に20点近い大差をつけ圧勝。ノービス AB クラスで4年連続の優勝を飾りました。おめでとうございます。ありがとうございます。いい気分です。すごい好きなんですけど、まだまだ滑り込めてない。もっと練習が必要だって思います。続いては前回ご紹介したノービス B に出場の女子3選手。まずは野間佐奈子選手。野間選手は全日本ノービス初出場ですが、リラックスした様子で伸び伸びとした演技を披露。ジャンプも確実に決めます。音楽と一体となった躍動感あふれる演技を披露してくれました。いつもよりちょっとニコニコ笑って演技ができたかなって思います。久野千春選手は課題と言っていた決めポーズもバッチリ。美しい姿勢のスピン、持ち味を十分に発揮した演技でした。いつもよりスピンが早く回れて、すごい自分でも良かったなと思います。憧れの鈴木明子選手と同じ曲で演技をする須崎美宇選手、初の大舞台で貴重な経験を積みました。ダブルアクセルも2本とも転んでしまったので、すごく悔しいです。次はミスなく滑りたいと思います。